こんにちは、滝です。アニメ81話評解のアニメオリジナルシーンを中心に考察します。新しい発見もたくさんある非常にいい回でした。最終回までネタバレあるのでご注意ください。アニメオリジナルシーンを全部で10個お話しします。久しぶりの人間 VS 巨人戦マッパの立体起動アクション、懐かしい BGM と非常にいい回だったのですが、印象的だったのはキース・シャーディス教官ですね。キースの戦闘シーンが追加されていました。キースとミカサの戦いが連続で描かれることによって、アッカーマン並みと言ったら言い過ぎですが、キースはもともと調査兵団団長で何度も戦いに出て生き残ってきた強者なのだなと再認識させられました。そしてリフレインもね、印象的ですね。 YouTube ライブでもらった意見ですが、訓練兵を助けに来たこのキースの姿はアニメシーズン1の人類最強リヴァイが登場したこのシーンと重ねているんじゃないかなという感じです。部下を死なせるだけと評価され、特別になれない傍観者と辞任していたキースですが、再び戦場に出向いて訓練兵を助ける、その姿はですね、新兵を導いて命を救う訓練兵にとってのキースは特別な存在となれたんだなという感じがします。そしてキースと訓練兵たちの評価も描かれています。キースの訓練内容に文句をつける訓練兵の声ですね。もう巨人なんて襲ってこない、敵は壁外の人間なんだぞと言っていましたが、巨人が襲ってきましたと。でこの訓練兵たちはですね、フロックに言われてキースをボコボコに痛めつけていました。それなのに文句一つ言わずに、憎しみを表に出さずに訓練兵の命を救う、これキースかっこいい大人の姿ですね。訓練兵スルマはシャーディス教官と感激して感謝していました。キースと訓練兵たちの評価というのが今回描かれていましたね。そして旧式のキースなんですが、訓練兵にはもう古いと言われていたキース、確かに時代に取り残されているかもしれませんが、立体起動装置のね、旧式を使って彼らを救いました。立体起動装置をつけろ、まだ旧式が残っているっていうのは、もしかしたら旧式が残っているキース自身にもかかる言葉なのかもしれないなと個人的には、思います。キースに関してはですね、解説動画40分と非常に長いんですが、興味ある方はコメント欄から見てみてください。そして次、訓練兵のスルマですね。キース・シャーディス教官をボコボコにする際に一番前にいたこの声の大きいメガネの男性ですね。このスルマに関する描写はたくさんありました。恐れるスルマ、この時も最前列にいました。巨人が捕まるスルマと悲鳴、これもね、印象的でした。情けない姿非常に多かったですが、初めての立体起動装置でのアクションシーンもあります。声が大きいだけではなく実力もあるのでしょう。今回一番印象的だったのはこのね、巨人を連れてくるスルマたちの様子です。贅沢な作画をこのスルマに使っていいのかと少し思いましたけれども、ウィットスタジオ時代もあった見ているだけで楽しいアニメーションの快楽というのをマッパがね、思い出させてくれたなという感じです。そして3つ目、新顔の無垢の巨人ですね。まずこのアフロマッチョ巨人、これ誰なんでしょうね。元ネタがあるのか気になります。さらにはピクシスの後に出てきたこの女性の巨人、これはおそらく安価ではないと思うんですが、誰なんでしょうね。他にもこの無垢の巨人ね、見たことない顔ぶれがたくさんいました。元ネタがある無垢の巨人もいるんですね。これがソウルグッドマン巨人です。伊佐山先生がブログの中で、ゲームオブスローンズと同じぐらいブレイキングバットも大好きだと。で、ブレイキングバットの中に出てくるジェシー・ピンクマンという主役が、ファルコのね、元ネタになってる、まあ影響を受けたというふうに言っていますね。で、もう一人このブレイキングバットの中に出てくるのがソウルグッドマンというキャラクターです。このキャラクターが、元となってこの無垢の巨人が描かれている。で、これアニメでカットされるかなと思っていたんですが、しっかりね、描いてくれていました。そして4つ目、ルイーゼの新情報ですね。ミカサ大好き少女ルイーゼに関する情報なんですが、もともとこのルイーゼは成長して調査兵団に入ってフロックと共に行動をしていました。無垢の巨人との戦いにおいてミカサを見ているシーンというのはあったんですけれども、なぜこの後雷槍のダメージに巻き込まれたのかは謎だったと。で、これに関してアニメのね、新情報があります。結論としてはミカサに見とれていたからですね。あの日のような、ミカサの姿に見とれていたのでしょう。その結果、戦場にもかかわらずずっとね、そちらを見ていたので雷槍の爆発に巻き込まれ、ルイーゼは重傷を負ってしまいます。そして5つ目、森から出ようとするニコロですね。出られなくても出ようとし続けるんだ、誰の中にも悪魔がいるというニコロの言葉、これは進撃の巨人を一つ象徴するテーマかなと思います。で、このシーンに関してはニコロのね、後ろ姿が原作では描かれていましたが、アニメだとね、この正面から描いています。これはなぜかというと、エルヴィンダチョウさんが指摘してくれていますが、このシーンでニコロの背景が十字架風になっていましたと。
人類の原罪であるガビの悪魔を受け止めたニコロはパパブラウスのような聖人に生まれ変わることができたんですねというご指摘を受けました。確かにこの構図はね、マッパが意図して描いているんじゃないかなという感じもします。そして6つ目、おにゃんこぽんの表情ですね。そうか、俺の故郷もダメなのかとジャンに言うシーンがあるんですが、アニメだとそうかの後にこのおにゃんこぽんの考える切ない苦しい表情が挟まれています。そして俺の故郷もダメなのかとジャンに言った後に、原作だとこれジャンのね吹き出しだけあるジャンが沈黙してるのかなと思ったんですが、アニメを見るとジャンは何も言わなかったのではなくて声を漏らしていた、口をつぐんでいたんですね。こういう細かいキャラクターの心理描写っていうのもアニメだとね、より補完された形で伝わってきます。そして7つ目、104期生の表情について、ピクシー指令を見て目が揺れるアルミンの姿も描かれていました。行くぞとね、背中を押すジャンの一言でピクシスを倒すことを決意しています。で、この巨人になった仲間をね倒す前のシーンでジャンの表情にも注目ですね。一人だけこう目をつむって、そこから行くぞという風にやるんですね。このジャンのやっぱり心理、みんなのためにね率先して進む姿っていうのが非常に良かったですね。そして一切動かないイエレナも印象的です。巨人が来てもね、一切動かないと。ミカサが討伐した巨人がこう突っ込んでくるんですが、微動だにしていませんでした。ジークが無事ではない、さらには安楽死計画に失敗したのを察してね、ショックを受けてるんだろうなというのがわかります。細かいところですが、ライナーが休む家についても、新情報が少しだけありましたね。ライナーを横にして布団をかけて食事を近くに置いてあげるガビの優しさというのが原作だと印象的だったんですが、アニメだとね、この食べ物がどこから来ていたのかという問題に、答えがありました。このライナーとガビが来たのは先ほどまで人が住んでいた民家だったようですね。そこに来たので、このね残っていた食べ物というのをライナーに与えていたという話です。そしてラスト、ファルコの巨人化跡なんですが、アニメで見るとね、このファルコの巨人化と少し違っていました。翼っぽいデザインというか、これ原作だとこの目のところが上まで行ってなかったんですが、アニメだとねこう明らかに翼を意識しているのかなと。これから鳥になるね、ファルコをまあ一つ象徴しているそんな巨人化跡かなと思います。細かいけどいい変化だなと思いました。でアニメオリジナルシーンについては以上になります。過去シーンとの対比表現については次回の動画でお話しします。気がついたものがあれば皆さんコメントください。で今回のタイトル氷解なんですが、氷が溶けて後に何も残らないように疑念や疑惑がすっかりなくなることとあります。物理的な話で言うと、兄の硬質化が溶けた壁内巨人の解放はもちろんありますね。でさらには心理的な氷解で言うと、ガビとカエのわだかまり、和解をしましたね。さらにはキースと109期生のわだかまりも解けたというところがあります。ただなんといってもライナーの硬質化もね忘れてはいけないところです。原作では小さかったこのむき出しの鎧の巨人ですが、アニメではあえてズームアップして正面から描いていました。美しい、これ以上の芸術作品は存在しないでしょうと感じる、そんな評価のね代表的なシーンとなっています。以上、滝でした。それではまた。